こんばんは、ピコピコ OL です。今日は西宮市にあるラーメン力丸さんに来ました。メニューはこんな感じです。そして店内はこんな感じです。すごいコロナ対策されてますね。そしてすごい綺麗でおしゃれな店内です。はい、来ました。全部のせ力丸ラーメンです。久しぶりに食べますね。美味しそうです。いろいろ乗ってますね。キクラゲとかメンマとか、そしてこのなんかいろいろトッピングするものもいろいろと置かれております。はい、スープこんな感じの豚骨スープです。はい、外観はこんな感じです。ラーメン力丸さんです。そしてここがですね、西宮市内にある中津浜線という道なんですけども、ここと西宮と宝塚がつながってる道です。結構西宮の人だったら中津浜線って多分わかると思うんですけども、ここをずっと上に上がっていくと西北の方に行きます。そしてですね、この辺りを、ずっと、これは北の方に歩いております。反対側の南の方に行くと阪神甲子園があるんですけども、まあそれはまた次回にということで。はい、そしてこちら神社が見えますね。ちょっと車来てないから渡ろうかなと一瞬思いましたが、冷静に考えたら横断歩道がなかったのでやめました。そして、交差点が見えてくるんですけども、ここが2号線の河原木の交差点というところですね。ここはちょっと駅から離れてますので、まあ歩いてくるかちょっと来るのは難しいかもしれませんね。でも皆さん車で結構来られてる人気のお店ですね。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。緑に癒されております。それではまた。